相を知った東卓軍の面々は怒り、玉物前封印に協力することを約束。その頃、剣閣の地でも同様の騒ぎが起きていた。玉物前の謀略で蜀徳川連合の英雄徳川家康たちは商会と合流して剣閣に急行する。偽の英雄さえ見つけ出せれば事態はこう。これは仲間割れというやつか。随分馬鹿げたじ。無論普通ならばこうはならぬ。全ては賜物。彼女の術はそれだけ完璧なのですね。私たちで偽物を。見た目じゃ区別できねえよな。一人ずつ話を聞いてみるか。地道だが他にうまい方法もあるまい。うん、急ぎ偽物を探し無益な争いを止め。存分に戦ってください。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。まずは関羽軍と合流し事情を聞こうぞ。やっ、この馬鹿げた混乱を沈めに来たのか。助けていただきありがとうございます。はい、キュエル果たせて任せねえ。もう助かったぞ。戦いは始まってしまっておる。早う偽物を見つけ出さねば。幸いまだ大事には至っていません。説得しながら偽物を見極めましょう。面目ない。まったくくだらないな。道理も後先も考えずに争うとは。西に技法を持たせた伝令兵を伏せておいて敵陣まで導けば多少は争いを抑えられる。おう、救援とは感謝する。やっ、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 はっ。
それなら北の投石機を使うといいわ。このような争いをするべきではない。だが私はどうする。まあ、探索お父さん倒すしかなくない。こうなったのってリーダーの人が原因だし。今です、今をよ。目の前で活躍されても悪くないけど、お前は特別。負けておれん、我が軍も続くぞ。この月影が真の三国無双です。やるじゃねえ、この槍見落としじゃなさそうだな。自分は任務を果たすか。この悪い相手だ。これも一つの経験となる。めっちゃ上がりだぜ。応援か、ありがてえ。人間同士が愛争うとなんと悲しい状況でしょう。皆望んで戦っておるわけではあるまい。我らの力でどうにか止めねばならぬ。お任せを。目を見張るばかりの戦ぶり。一段と冴えておいでですな。勝つことがそのまま負けではない。敵将を討ち取りました。さて、いよいよ偽物を懲らしめる時が来た。怪しむべきは防戦。言動を見れば明らかだ。なれば、あとは正体を暴いてやればよい。当初、我が策をなす。手を貸して。落ち着まつった。まさか父上がそんな。関羽将軍の死をもってこの乱は成就するとなれば、必ずことの真偽を確かめに現れる。
三国無双です。そんな、あの子が偽物だったなんて。探索、我らは共にたばかられていたようだな。父上、ご無事だったのですね。全知全能たる私の心眼を欺けるはずもない。すでに正体は知れているぜ、釜物前の分身よ。わらわをたばかりおったか。許せぬ、許さぬぞ。黒幕は倒した。これで両者のわだかまりも解けよう。この世界にも意地を示せた。偽物を見抜くのは私とて容易ならざること。貴公らが現れねば。偽物に騙され皆と戦ってしまうなど。もう自分を責める必要はありません。皆が騙され、わしらもおめえを騙しちまったしな。親父さんが死ん、いえ、あれも策のうちですから。案ずるな、観察。ホラを残してそう簡単には死ぬ。本当に皆が無事でようござ。偽物を見抜けたからこそ被害が少なくて済んだのか。天山の私がもやるじゃない。